今日はですね、臨床工学技士の未来ということで、医療機器の歴史から、将来構想ということで、話をしていきたいと思います。医療機器、どんどん変わってまいりました。1959年、私の生まれた年になりますが、この年以前までは、麻酔機であるとか保育器、いろいろさまざまなものが出てきまして、その年に睡眠血圧計などがどんどん出てきたということになります。そして、どんどん医療機器が進歩しまして、そして、自動化学分析装置など、そしてどんどん滅菌の技術が出てきました。そして、人工心肺装置、そして、人工腎臓など使い捨ての製品もそこで出てきたというような状況です。そして、植え込み型の臓器まで出てまいりました。ペースメーカーで、またXNCT、人工腎臓なども普及し始めたのがこの頃です。そしてレーザーを使ったもの、今は、授業などでもレーザーポインターなどもよく使われておりますが、治療でも随分多く使われるようになりました。そして MRI、そしてさまざま人工歯根なども出てきたというような状況です。そして在宅医療などでもどんどん医療機器が出てきたというような状況になります。で、移植、実際には補助人工心臓をどんどん植え込まれるようになってまいりました。これがですね、今発展してきている医療です。で、2000年以降です、昨日のニュースでもありました、iPS 細胞再生医療がどんどん進んできました。これが、このように、そしてロボット手術なども出てきた。これがどれだけ進んでいくのか、非常に、興味深いところです。そして長寿である楽しい未来っていうのが出てくるんだろうか。そしてそこで働く臨床工学技士、あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、資格制度ができてから27年、30年弱が経過しました。厚生大臣の下で、実際には生命維持管理装置の操作および保守点検を行うという仕事です。で、実際には人工臓器と言われているような生命に直接関わるような仕事をします。人工心肺装置の操作、手術中の操作中の写真で、人工透析、このような仕事になります。ペースメーカー、植え込み手術をする中でプログラムを組むのも臨床工学技士の仕事になります。補助人工心臓、真ん中の写真は、6年ほど前になりますか、アメリカで、移植手術を受けて帰ってきました。今元気な小学生です。最新医療の現場ではこのように、正常な心臓から拡張型心筋症、これがですね、実際にはどんどん進んできました。で、将来どんなふうになっていくのかということを考えていくと、やはりこれから先の臨床工学技士の未来、今後無侵襲治療の開発であるとか、このようにどんどん出てくるのではなかろうか。で、診断治療は続きます。そこで働く臨床工学、このような勉強をしてみたいと思いませんか。